女優さんかと思いました。パリゴリン卓球、早田ひなが別人級変革路のシックなキャミワンピース姿が大好評。パリゴリン26日開幕の卓球女子、早田ひな24が25日までにインスタグラムを更新。シックなキャミソールワンピース姿を披露した。この日、早田は、アットマークオメガのパリ2024のアンバサダーに就任しました。 オメガの時計とともに、究極を目指して頑張ります、と綴り、オメガの時計をつけたシャツワンピース姿とキャミソールワンピース姿の写真を投稿。シャツワンピース、キャミソールワンピースともに黒でシックな装いだ。また、ヘアスタイルはそれぞれポニーテールとゆるい巻き髪ヘアで、爽やかな雰囲気と大人っぽい雰囲気になっている。早田選手は、 26日に開幕するパリ五輪に出場し、女子シングルス、混合ダブルス、女子団体の3種目にエントリーしています。今回が初めての五輪出場となり、どんな結果を残してくれるのか注目している人も多いですね。インスタグラムではパリ五輪選手村での様子なども発信しており、ヘルシーでキュートなルックスも相まって反響を呼んでいます。女性史ライター。 早田の競技中とのギャップが感じられる黒ワンピ姿スにファンからはすっかり、可愛いから大人美人の美しいに変わりましたね。素敵です。大人っぽいひなちゃんもバリカはぐぐっと大人になって色気もすごい。惚れますはユニフォーム姿以外を見れるのっていいわ、と好意的な声が寄せられている。早田のヘルシーな美しさが感じられる今回の投稿。 完璧モデルさんですね。女優さんかと思いました髪型変わると雰囲気が全然違いますね。といった反応もあり、その美しさにファンも驚いた様子だ。女優さんかと思いました髪型変わると雰囲気が全然違いますね。との声も上がっている早田の投稿。パリ五輪での活躍に期待。